今日はこのおもちゃで遊ぶよ。スタートインクルプリキュア、プリキュートタウン、お月様遊園地。お月様の形なんだね。プリキュアと一緒に遊ぼう。レッツプレイ。魔法使いクモリン、今日はどんな魔法をかける？今日はプリキュアと一緒に遊園地行きたい。楽しそう。じゃあ遊園地作っちゃおう。いいね。ティンクルティンクル、遊園地を出ろ。あれ、なにこれ、なんか箱出てきたね。さあさあ、オムライスのこと考えてたでしょ。クモリンこそバナナ食べたいとか考えてたでしょ。バナナはいつでも食べたいよ。僕だってオムライス食べたい。もうしょうがないね。そうだね。とりあえずこの箱開けてみよっか。そうしよっか。じゃあまずはこのキュアスタート観覧車から。箱の中身はキュアスタート、シールと説明書、チューインガム、あとこれが部品だね。説明書を見ながらこうしてこう。シールペタンできた。お、なになに、全部組み立てたら遊園地になるだって。なるほど。じゃあどんどん作ってこう。これはキュアミルキーとティーカップだって。開けるよ。おー、コップ入ってる。はい、どんどんどん、できた。大きい階段だね。わー、ここくるくる回るよ。そっか、これはティーカップ。顔が風船なんだね。かわいい。僕これキュアフレーネとメリーゴーランド、白いおばさんだ。ユニコーンなのかな。こうやってできた。僕も乗りたい。最後はこれ、キュアコスモとドーナツ屋さん。乗り物じゃないんだね。よし、できた。え、ドーナツは、え、貸してくれるの。よし、ティンクルティンクル。これを組み合わせて遊園地を完成させよう。階段と床を合体。キュアは一番上だよね。遊園地の完成。やったやった。この素敵な遊園地に行ってみたいよって子はグッドボタンで教えてね。キュアスター、一緒に観覧車乗ろう。わー、ゆらゆら楽しい。僕これ乗ってみたかったんだ。よいしょっと。わーい、とことこ。次は気球に乗ろう。わー、高い。エモリン、え、サンサンどこ。ここだよ。わー、サンサンすごい。クンクンクン、この匂いは焼きたてのスタードーナツだ。おいしそう。キュアコスモ、スタードーナツ2つください。ありがとう。僕も店員さんやってみたいな。そうだ、ティンクルティンクル、バナナよーケロー。ガシェセーガシェセー、クモリンバナナいかがすか。クモリン、何やってんの。僕これ乗りたい。いいよ。よいしょ。わー、回り始めたよ。ぐる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 。サンサン、もっと早くして。危なくない。早い方が面白いもん。ティンクルティンクル、コーヒーカップよ、もっと速くなーれ。わー、ティンクル回る。わー、クモリン。クイズタイム。キュアコスモが売っていたものは何だったかな。コメントで教えてね。僕知ってるよ。バナナでしょう。そうだ。違うの。みんなからのリクエストコメントで募集中だよ。それ、オリジナルキャラクターも募集します。なにそれ。みんなが考えてくれたキャラクターが動画で登場するかも。一緒におもちゃで遊べるんだね。 LINE でお絵描き送ってね。クモリン行きます。僕が考えたキャラクターはこんな感じで、色もぬりぬりしようっと。できた。バカタックン、みんなも自由に考えてみてね。お絵描きしたらどうすればいいの。写真を撮って僕たちの LINE に送ってね。この動画の
下のコメント欄に青い文字があるよ。これだね。ポチー。おー、サンサンだ。追加してね。これでもうサンサンとお友達。そうだよ。 LINE のトーク画面に書いてくれたお絵描きオリジナルキャラクターの名前、君のニックネームを送ってね。簡単楽ちん。サンサンキッズ TV でみんなが考えてくれたオリジナルキャラクターが登場するかも。楽しみだな。たくさんのお絵描き待ってます。新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメント